はい、どうも、ごめんです。本日はですね、闇サガの究極にもう入っております。たまたまですね、闇サガの極みで、闇サガが1体、落ちてくれたので、ボックスが圧迫するので、受け取らずに置いていた、セイントセイヤコラボとか、あと、マックス村井氏、ヒカキン氏の、チャレンジ系のやつですね。で、報酬として、もらえた、亀とか、を、合成して、さらに、ノマダンを多少周回してタスも集めて、ゲットした闇サガを、早速、レベル極みのタスカンまで、とりあえず持っていきました。で、とりあえずね、闇サガをね、まずは、しっかりクリアしていきたいと思うんですけど、パーティー構成としましては、光サガを出すための条件の一つである、自陣の1枠目を、セイントセイヤコラボのキャラ、ガチャゲンか、降臨かは問いません。で、闇サガの究極をスピクリノーコンですね。闇サガね、ゲットして、そこを使ってるんで、全然どれぐらい反射するかとか、どれぐらい削れるかとか何も知らないんですけど、とりあえずさすがにね、闇サガの究極すらクリアできないってことないように気をつけていきたいと思います。SS は溜まりきってないですけども、とりあえず、剣士を優先的に倒して、攻撃力弾を 誘発して、あとはガブに当てていけば、負けることはないかなと思うんですが、ゲージを見せる。そして、極みの時に散々言っていた、気をつけなければならない十字レーザーをもろに食らう。が、やっぱね、攻撃力ダウン大きいですね。思ったより食らわなかったですね。サーガが意外とスピードはありますね。貫通でこんだけ動けたらまあまあ。スピクリがね、必要なんで、もたもたはしてられないですね。いやー、大黒天のゲージを、めっちゃミスりますね。距離がありすぎてマッチしないんですかね。攻撃力下がってるとはいえ、グルメは倒していきたいですね。
火種は少しでも抑えていかないと。で、ブラックディメンションは、耐えましたね。行動不能は免れましたね。いやー、大黒さんが正解じゃないわ。成功しないですね。もったいない。ダメージが、間に合わないですよ。硬い。あんだけ芝居で70万。まあ、とりあえずスピックリーはできそうですかね。で、これでもしかしたらうまいこといけば。削り切れるんじゃないですか？強っ。400万入ってましたね。そして2ドロ。これね、究極の佐賀はね、直ドロしか。しないんで、まあ、極みもそうですかね。ちょっとろしかしないので、運極作ろうと思ったら、まあ、最悪99周必要ですね。なので、まあ、特に運極を作るつもりはないんですけど、まあまあ、一応落ちてくれたんで、ラック上げときましょうかねっていうところですね。で、初クリア報酬のオーブをゲットですと。で、もうゲットしてるので、初ゲット演出は特に出ないですね。で、ですね。条件を満たすと、ここの画面で、もしフレンドさんが、すでにフレンドさんの方でしたら、この1個前の画面で、エクストラステージ出現という画面が現れますので、それで挑戦するを選ぶと、光サガに挑むことができます。はい。ではですね、無事にね、闇サガを、コラボキャラ先頭にして、スピクリ濃紺できたので、光サガに挑んでいきたいと思います。もう皆さんご存知だと思いますが、光サガの注意点に関しましては、まず下のゾンビがゾンビ同士を復活させる。ゾンビを倒すと、その時点で、ゾンビを倒す前の時点で倒している雑魚敵をゾンビが復活させる。要するに、大黒天方式ですね。で、大黒天方式で、ゾンビが2体いますよと。なので、同時に倒す必要があります。で、今はすごいラッキーで、たまたま同時に倒すことができましたけど、これが同時に倒せないと、反射員ですね。下から2列いた反射員、2段目にいた2体の反射員の、
左下の6とかの、5とかの数字、7とかの時もありますかね。あの数字が、0になると、即死攻撃が飛んできます。なので、それまでに必ず、反社員を倒す。できればゾンビを倒した後に倒す。で、右上、左上にいる、うさぎちゃんは、残して本当は SS ためをしたいんですけども、今のはちょっとね、突破するしかなかったんで、ハートって突破しました。完璧に立て替えればいけたかもしれないですけど、まあちょっと見せると怖いんで、突破しました。で、ここ同様に、右下と、あ、右下じゃない、右上と、左下のゾンビを同時に倒していきます。さらに同様に、反社員の、即死までに反社員を倒していきます。そうしないと、ゲームオーバーになっちゃうんでね。反社員の左下の攻撃は即死攻撃です。なので、それが来る前に、反社員を必ず倒すと。で、この右上の光のゾンビの左の大きい数字が爆発ですね、攻撃としては。爆発になってるので、できればこれは避けたいです。結構なダメージ食らうんで、できればこの爆発は避けたいですけども、この位置だと2人食らいますね。だいたい2万ぐらいは食らっちゃうんで、ほんまは避けたいところですね。で、さらにこの左下のゾンビに関しては、回復をね、毎ターン。毎ターンじゃないわ。2ターンに1回か。2ターンに1回回復をしてくるんで、まあ、回復を、ミスター。回復をされる。んで、まあ、早めに倒しといてもいいんですよね。しかもは、倒すことによって、この攻撃力ダウンが入るので、だいぶダメージが抑えれますので。で、さらにもう一つ気をつけなければならないのが、真ん中のワープビットン、ワープドンですね。このワープドンが、倒してしまうと、即死です。即死爆発が飛んでくるので、絶対に倒してはいけません。で、このガブ、ロイゼ、大黒などの電撃を連れていく場合は、このワープドンを倒してしまうパターンがあるんですよね、どうしても。あー、やってもだ。はい、ということでね、倒しちゃうと、即死爆発が飛んでくるので、絶対に倒しちゃいけないので、電撃をね、気をつけて使っていかないといけないっていうところと、ロイドの場合は、反射レーザーとかね、豆も気をつけなければいけません。で、ゾンビに関してはヒットポイントが50万ぐらいあるんで、結構、倒すのが難しいです。なので、やっぱね、できるだけバトル1で SS 溜め切るぐらい、できれば一番いいんですけど、まあバトル2が結構鬼門ですよね。はい。ということで、とりあえずね、今回の動画はね、ここまでにしたいと思います。引き続きね、ひかりさんが挑戦していきたいと思ってますんで、またね、動画上げていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。本日はこちらの動画はここまでにしたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。